コ戸ベルミナリエは、1995年から12月に、神戸市の旧居留地で開催されている祭典及び、開催期間中に電飾が施されているエリアの名称である。独特の幾何学模様で構成されたイルミネーションを、通りや広場へ展示することによって、昼間とは異なる風景を現出させている。新型コロナウイルスへの感染が拡大している2020年には、 史上初めての中止を余儀なくされたが、開催を予定していた期間に代替行事として2点のイルミネーション作品を展示している。なお、2021年にも、2020年と同様の事情で中止することが発表されている。イタリア人のバレリオ・フェスティと神戸市在住の今岡、広和が、第1回から共同でプロデュースを手掛けてきたが、2011年、 および2015年以降はイタリア人デザイナーのダニエル・モンテベルデがプロデューサーを務めている。阪神・淡路大震災の発生を契機に鎮魂と追悼、街の復興を記念して震災で激減した神戸への観光客を呼び戻す目的で毎年開催されている。日本において一般的にルミナリエとはこの祭典のこととして著名ではあるが、 語源のイタリア語では、ルミナリアの複数形、ルミナリエであり、小電球などによる電飾のことを言う。商標としての、ルミナリエは株式会社、I、&F により、商標登録されているが、神戸ルミナリエのロゴは、財団法人神戸国際観光コンベンション協会の登録商標である。ガレリアと呼ばれる光の回廊は、メインストリートである中町通を貫いており、 複数元のアーチを並べることで正面から見ると光のトンネルに見えるように設計されている。これは遠くからでも滑らかな視覚効果を上げるためルミナリエの入り口であるフロントを根からの距離ごとにアーチ間の間隔は微妙に調整していた構造になっている。1995年1月17日発歳の阪神・淡路大震災で甚大な被害を受けた神戸市に 復興の明かりを灯す意図のもとに同年12月に第1回を開催。兵庫県から観光復興イベントリレー開催支援事業に認定されてはいたが、当初は震災犠牲者への鎮魂行事として1回で終了する予定だった。しかし、神戸商工会議所の副会頭として12月5日の開幕式典に立ち会っていた大田敏郎が、 光の装飾に関類したことをきっかけに、翌1996年以降も開催を継続することを提唱。100社以上の地元企業の社長への直談判を通じて、協賛金を集めるなど、兵庫商工会議所ぐるみで推進役として尽力した結果、1996年に観光復興イベントリレー開催支援事業として、第2回の開催にこぎつけた。 オ田は、1997年以降も毎年のように、地元企業からの協賛金集めに奔走したことから、ルミナリエおじさんと呼ばれた。なお、1997年7月からは、神戸市から、復興特定事業の新産業構造形成プロジェクトににも認定されている。初年度は、1994年7月から9月にかけて、 和歌山県で開催された世界リゾート博で使用した電飾を使い倉庫に保管していた部材を使用して株式会社経営企画センターにより運営された。1996年経営企画センターの社員であった今岡博和がバレリオフェスティと共に株式会社アイエフを設立し独立。経営企画センターによる運営から株式会社アイエフによる 作品権利へと移行した。兵庫県、神戸市などが共同で設立した、神戸ルミナリエ組織委員会が主催。西日本旅客鉄道が特別協賛者として名を連ねている。当初から毎年12月に開催されているため、近年では神戸の年末の風物詩として定着している。当初の会期は2週間であったが、 経費節減の影響で2007年度から12日間、2015年度には10日間に短縮されている。メイン会場は、急居留地内の中町2、及び東遊園地。会期中は、ガレリアと呼ばれるアーチ状の電飾が、中町2の夜を彩る。ドンズー園地では、スパリエーラなど、複数の作品が敷地を取り囲むように建てられる。かつては、 山陽新幹線新神戸駅前、神戸ハーバーランド、異人館も、サテライト会場として一部の作品を設置していた。しかし、2005年以降は、会場を中町通と東遊園地に集約。中町通りでは、経費節減などの影響で、2015年と2016年は、ガレリアの設置ゾーンを短縮していたが2017年からは、 短縮以前の設置ゾーンに戻った。会場内では、歩行者は、元町側から、東遊園地方面への一方通行とする順路が、設定されている。また、会場周辺の道路では、会場時間の前後に、車両通行止めなどの交通規制を実施する。ドンズ上地への順路については、開催当初、中町通から通信するだけのルートを設定していた。しかし、 隣接都市である、明石市内で2001年に発生した、明石花火大会歩道橋事故をきっかけに、会場全般の警備体制を強化。2005年以降は、元町駅周辺から中町通にかけて、長い迂回ルートを設けている。実際には、警備関係者が、来場者数に応じて、複数のルートを使い分けながら来場者を誘導する。全国各地から、 ルミナリエの観覧を目的とした団体旅行が主催されるほど認知度は高まったが来場者の増加とともに警備費用も増加し一方で周辺道路の渋滞や駐車場の混雑などによって一般客が敬遠したり日帰りバス旅行の利用者は滞在時間が短いなど周辺企業のクリスマス商戦に支障をきたすようになった それらの問題点が引いては企業協賛金の減少という形で跳ね返ることもあり2005年以降はクリスマス期間の前に開かれているまた2005年には震災復興関連の補助金拠出が終了企業からの協賛金も減少した影響で2005年と2006年には赤字を計上した2007年からは会期を12日間に短縮するとともに 会場内で一人100円募金を開始、来場者に対して翌年の開催のための募金を呼びかけている。さらに会場内の特設ブース、神戸市役所、公式サイトで神戸ルミナリエ公式グッズを販売するとともに売り上げの一部を開催事業費に充当。2015年には会期を10日間に短縮する一方で、 クラウドファンディングによる期間限定の寄付プロジェクトを初めて実施した。このように会期の短縮が相次いだことに加えて、イルミネーションやプロジェクションマッピングを利用したイベントや作品の展示、上映が日本各地で年々増えていることなどから、将来乗車数は2004年をピークに減少基調で推移。2015年には阪神、 淡路大震災の記憶を後世に語り継ぐという基本姿勢を引き継ぎながらも開催の趣旨を復興から街のさらなる魅力発信と神戸地域への集客に変更した。2017年からは将来乗車数が再び増加へ転じている。東北地方太平洋沖地震が発生した2011年以降は関西電力からの節電要請。 省エネ思考、経費削減の観点から一部の作品に LED 電球を採用。その一方で、鎮魂や復興の趣旨から温かみのある色を表現する目的で2014年までは大半の作品に白熱電球が用いられていた。2015年以降はすべての作品に LED 電球を使用していた。 白熱電球のような暖かみやぬくもりを LED の光に持たせることは LED 電球の採用を始めて以来の課題であった。製作ディレクターのダニエル・モンテベルデにはこの課題を解決すべく発色の良い LED をイタリアで選んだ後に輸入させるようになった。その結果 LED の色合いは年を追うごとに進化している。25回目の開催になった2019年には 開催の原点に立ち返るとの趣旨のもとに白熱電球の使用を一部の作品で特別に再開した。2020年2020年には年頭から新型コロナウイルスへの感染が拡大していることを踏まえて7月17日に開催の中止が発表された。電飾を制作する職人がイタリアから日本へ入国する目途が 同月の時点で立っていないことに加えて、例年会場が混雑することを背景に、組織委員会が開催の規模を縮小しても感染防止策の徹底は難しいと判断したことによる。しかし、組織委員会は開催を予定していた12月4から13日に代替イベントを実施することを11月4日に発表した。代替イベントの開催代替イベント名は、 光の装飾から思いをつなぐためにで、以下の要項に沿って実施された。特別番組神戸市に、本社のある独立局のサンテレビでは、第26回神戸ルミナリエの中止を受けて、過去25回のルミナリエに関する、思い出のエピソードを、私と神戸ルミナリエという特設サイトで募集。寄せられたエピソードをもとに、投稿者、関係者への取材映像。 生前の大田敏郎へのインタビュー映像、過去25回分のダイジェスト映像を交えた30分間の特別番組を上記サイトと同じタイトルで代替イベント最終日の19時19時30分に放送した。阪神、淡路大震災への被災を経て第1回を会場で鑑賞した戸田恵梨香がナビゲーターとして出演。テレビ神奈川、テレビ熊本、東京 MX。 三重テレビ、日本海、テレビ KBS 京都でも、2020年内に順次、放送した。2021年2021年には、春先から、日本国内で CO、COVID-19 のワクチン接種が始まっているが、例年の開催時期までの感染拡大傾向の、収束を見込める状況にないことから、6月22日に、開催の中止が発表された。 中止が前年よりおよそ1ヶ月早く決まったのは、前年と同様の事情に加えて、イタリアへの資材発注の可否を判断する期限が、間近に迫っていたことにもよる。組織委員会では、前年に続いて、開催を予定していた期間に小規模の代替イベント、コ戸ルミナリエプレゼンツ、ロソーネ、街中ミュージアムを実施。過去のルミナリエで、 ガレリアの最終地点に設置されていた、ロソーネ9期をイタリアから、改めて空輸した上で、東遊園地内の、慰霊と復興のモニュメント付近をはじめ、三宮、元町エリアの7カ所に設置する。ドンズー園地では、開催期間中に、リニューアル工事を実施しているため、前年の代替イベント中に設置していた、カッサアルモニカの展示を見送る一方で、ルミナリエの歴史や、 過去の展示作品を振り返るパネルを工事用の万能米に設置。三宮、元町エリアの他の地点にも一部のパネルを展示する。また、一般財団法人神戸観光局との共同企画として、スポットツアーを活用した非接触型のデジタルスタンプラリーを初めて開催。イベントの総事業費は前年と同じ規模で、兵庫県と神戸市が負担する。 メイン会場の来場者数、開催日数、テーマは以下の通りである。1999年より会場内では募金宝くじが発売されている。2001年までは、いわゆるイベントくじで、受託銀行が通常の第一官業銀行ではなく、神戸市に本店を置く第二地方銀行の港銀行となっていたのが特徴であった。 2002年以降は近畿宝くじに組み込まれたため、水保銀行の受託となった。ただし、神戸市内を含む一般の宝くじ売り場で販売されているものはルミナリエへの募金にならない。このルミナリエの展示開催期間中は、地元市民はもとより国内外から多くの観光客が訪れるため、混雑が発生しやすい。そのため、障害者、 ハンディキャップを持つ人と介護、付き添いの人々に、ルミナリエのイルミネーションを、ゆっくりと鑑賞していただくという趣旨のもと、事前の試験点等数日後に、ネスレハートフルデーと題したイベントが行われている。事前の予約や申し込みは、必要なく、当日、障害等の有無の確認はないため、良識に委ねられている。この、ハートフルデーは、同じ神戸市を本部に置いている。 コーヒー飲料メーカーのネスレ日本株式会社が特別協賛し、同社のメセナの一環として、ネスレ社員が会場誘導、警備、並びに干渉者にネスレ製品を振る舞いボランティア活動を行っている。ありがとうございます。